ケルンメッセ、ドイツ駅は、ドイツのケルンにある、鉄道駅である。ライン川を挟んで、ケルン市の本駅である、ケルン中央駅とホーエンツォレルン橋と結ばれ、数百メートル離れている。当駅は、ケルン中央駅のボトルネックを緩和する重要な、機能を有している。一部のアイスは、当駅で客扱いを行い、ケルン中央駅での方向転換を必要としない。また、 日本市が開催されるケルンメッセの最寄り駅でもある。1から10番線が高架ホームで11.12番線が地平ホームである。ケルンメッセ、ドイツ駅は1845年にケルンマインドナー鉄道の最初のルートのターミナル駅としてデュッセルドルフ中央駅の後に開業した。その後、ライン川を渡る橋の開業など、 輸送量の増加に合わせ施設の改良も進められた。第二次世界大戦によって鉄やガラスでできたプラットフォームの上屋は破壊されたが、後にコンクリート製のものに再建されている。鉄道の高速化に合わせ、ケルンではケルンドイツ駅をアイスのターミナル駅として開発することを決定した。1997年、ドイツ鉄道では当駅をケルン ラインマイン高速線のターミナル駅に指定した。1998年以降、新しい建物を建設することが決定され、1999年、PPP により DB ステーション、サービス社とケルン市で出資が行われた。駅の名称は2004年12月11日に、今までのケルンドイツ駅から、ケルンメッセ、ドイツ駅に変わった。2006年には、 南口が開設され、駅から直接、ケルンメッセへ行けるようになった。メッセなどの完成後も、現在、駅周辺では、再整備事業が進んでいる。現在、駅の施設改良工事が行われており、長距離列車を中心に、列車系統が変更されている。ありがとうございます。